こんにちは、知恵アートです。光ばかりを描いている画家です。皆様お元気ですか？動物たちも植物も大地もみんな元気ですか？今日も小さな絵描きのなんてことはないつぶやき、光の言霊、始めたいと思います。今日は挑戦についてお話ししたいと思います。突然ですけど、皆さんは今何か挑戦しているものってありますか？私はね、ここ1ヶ月ぐらいなんですけど、甘いもの取るのをやめてます。自分でもね、絶対何かおかしいって呆れるくらい私は昔から甘いもの大好きで、冬でもね、もう毎日食後にアイスクリーム1個2個は当たり前で、他にもね、チーズケーキやモンブランといったね、こってこての甘いものをアイスの他にもプラスして食べちゃうなんていうね、まあそんな生活をここ何年もね、ずっと続けてたんですね。ちなみにね、これ言い訳なんですけど、言い訳させてください。うちではね、もう20年以上、いわゆる、まあ、白砂糖っていうのは置いてなくって、きび砂糖やね、天才糖とかを使ってた時もあったんですけど、もう何年か前から、もうそれもなくって、今もね、全くお砂糖の代わりに、こう、アガペシロップとか、蜂蜜とか、なんかそんな感じを使ってるんですね。で、まあ、酵素玄米に、お味噌汁に、まあ、お野菜大好きなので、お野菜っていう、割とこう、シンプルな食事を作ってるというか、取ってるんです。で、なので、まあ、健康的な食事を心がけてるってほどじゃないんですけど、まあ、なんとなくね、そういう錯覚がね、どこかにあって、まあ、それが落とし穴なんですよね。自分で作る料理は、まあ、体に優しいものを心がけてるからデザートくらいは一生なんて思ってしまって、もう気がついたら毎日の習慣になってしまってるからね、やめることなんかできないよって、そのうちこう諦めもあったんですね。まあ、ご褒美ってなんかね、ご褒美もらうようなことなんて何もしてないんですけど、まあそうやって自分を甘やかして、まあ確実に自分のことを砂糖中毒者だと思ってたんですね。で、まあ私ね、自分が決めたことっていうのは割とね、やり抜くタイプで、逆に言えばこう心から思わないことはやらない方なんですね。まあ土のね、浅いところにこう棒を刺したところですぐね、グラグラして抜けちゃうだろうし、だからこの思いはどうなんだろうって冷静に自分の心を見たときに、浅いな、固まってないなって感じてるものに対しては、その時はこうすぐにやらないっていうふうに決めてるんですね。でもまあ今年のチャレンジとしてね、何かやってみたいなって思って、ふっとね、なんかね、ふっとひらめいたんですね。そうだ、甘いものやめてみようかなって、まあ、きつい縛りを設けちゃうと続かないことはわかるので、ハードルはどこまでも低く、まあ、せめてね、自分からはもう買わないようにしようって、まあ、小さな一歩を踏み出したわけですね。で、やってみて驚いたのは、当然です、まあそんな生活をずっと何年も何年も続けてきたので、禁断症状は出るなっていうふうに覚悟してたんですね。でも、やってみたら、全く意外なほどそういう感じにもならなくって、なんかね、全然欲しないんですよね。で、今までね、知恵さんイコールお砂糖、こう中毒者だからやめることはできないみたいなね。まあ、勝手に歪んだイメージをこう自分に対して、なんかね、すり込ませていただけだったのかもしれないな、なんていうふうに思って、まあそれもね、ちょっとある意味怖いなって、まあやってみてそんなこう気づきっていうのもありますね。
まあ何にしてもね、挑戦ってワクワクしますよね。このね、今、している、この光の言霊もね、YouTube で始めようって思ったのも、同じように、こう、チャレンジしたいな、なんていうことで決めたことなんですけど、まあ、なのでね、今年いっぱいは、続けていきたいな、なんていうふうに思ってます。で、チャレンジっていうとね、当然そんなふうに、こう、目に見える、わかりやすい目標を立てると思うんですね。例えば私は去年何度か今までボランティアで訪れてたカンボジアに自分一人の資金でチアート小学校っていうのを建ててみたいなって思って分かりやすい挑戦をこうやったんですね。まあハードルの高さがこう想像つくから簡単じゃないんだろうっていうのも最初から当然分かっていたんですけど、でもこう形に残ったりするもの、まあ達成できた時のその醍醐味もね、大変な分大きいだろうなって思って、まあずっとコツ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 進めていってたんです。で、まあ看板を取り付けてあと完成ですっていうところで、まあね、コロナになってしまって全てがこうストップしてしまったんですけど、まあ、それもね、なんとか開校までたどり着けることができて、現地のね、村との約束が達成できて、なんとかこう、ほっとしてるという、今そんな感じなんですけど、自分が決めた目標に向かってクリアできるかどうか、ハラハラドキドキってね、それがもう挑戦のね、醍醐味だと思うんですね。ただ、挑戦っていう言葉の響きの中には、行動力を伴う。挑戦と行動力はセットっていうイメージがあると思うんですけど、私ね、そればかりが挑戦じゃないなっていうふうに思うんですね。で、そうなると、明確なこう、目標設定、ができてそれに向かって前向きに進んでいけるっていう人ばかりが挑戦者っていうことになっちゃう。でね、それはちょっと違うなっていうふうに思うんです。みんながみんな明確な目的を持ってる人ばっかりじゃなくって、気持ちがあっても一歩踏み出すところまでいかなかったり、じゃあそういう人たちはチャレンジしてないのっていうと、そんなことはないと思うんです。行動してなくっても密かに心の中でその小さな種火を灯してる人もいるだろうし、周りからはね、なかなか分かってもらいにくいかもしれないけど、これだってね、挑戦始まってるわけですよね。行動力があってどんどん決めた山をね、こう登っていける人はもちろん素晴らしいんですけど、心の中にポッとね、種火を灯してる人だって素晴らしい挑戦者だし、まあ、種火を探してる段階だって、そう、その段階だって挑戦はもう始まってるわけだし、もっと言えばね、挑戦なんてくだらないよ、やるわけないだろう、絶対やらないっていう風な人だって、でまあ、やらないっていう、まあ、そういう選択をしてるっていうことは、ある意味こうやらないって決めた挑戦の一つをしてるわけですよ。だから誰かと比べて目標を立てていないことに焦ったりね、なんかこう自己嫌悪になったりする必要っていうのは全くないです。私たちの魂はとてつもないこのね、大変動の時を選んで、わざわざこの地球に降りてきたと思うんです。自分では気がついてなくても、ここに今生きてること、今肉体を持ってること、もうそれだけで十分すごいことで、とてつもないチャレンジなんですよ。つまり今ここにいる人たちはみんなそれだけで勇敢な魂のチャレンジャーばっかりなんです。
魂の視点で見れば、今ここで生きてるっていうことだけで十分。大いなる挑戦の真っ最中なんで、誰かと比較して焦ったり、自分を卑下しないで、どうか今を大切に生きてくださいね。今を大切にしながら楽しんでくださいね。それが何よりもの挑戦です。ということで、最後は私からの一言メッセージで終わりにしたいと思います。あなたがやることはすべてあなたでなければできないこと。すべての魂の挑戦者たちへ。知恵跡でした。ご視聴ありがとうございました。皆様どうぞ体調にはお気をつけください。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンでの応援よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックも概要欄に貼っていますので、よろしければフォローで応援お願いいたします。また次回お会いできますように。光の言霊でした。